ジャスティン・カイル・スモークは、アメリカ合衆国サウスカロライナ州バークレー郡、グースクリーク出身のプロ野球選手。左投げ、両打。読売ジャイアンツ所属。愛称は、モア・ケイ、スモーキー。サウスカロライナ大学時代の2007年7月には、ブラジルのリオデジャネイロで行われた第15回、パンアメリカン競技大会における、野球競技のアメリカ合衆国代表に選出され、 銀メダルを獲得した。大学時代から、すでにマークテ・シェイラー、チッパー・ジョーンズといった、強打のスイッチヒッターと比較する声もあった。テキサス・レンジャーズ時代2008年6月5日、MLB ドラフト1巡目で、テキサス・レンジャーズから指名を受け、8月15日に契約金350万ドルで入団に合意。2010年4月23日のデトロイト・タイガース戦で、 メジャーデビューを果たし、4打席に打数無安打に至急の成績だった。3日後の4月26日の同カードで、ジェレミー・ボンダーマンからメジャー初安打を記録。さらに3日後の4月29日には、シカゴ・ホワイトソックス戦でメジャー初本塁打を記録した。シアトル・マリナーズ時代2010年7月9日に、クリフリーを含む4対2のトレードで、シアトル・マリナーズへ移籍した。 このトレードの際にはヘッスモンテロを含む交換要因を提示したニューヨークヤンキースとの間で交渉がまとまりかけていたがレンジャーズがギリギリのところでスモークを放出要因に追加したことが決め手となりマリナーズとレンジャーズの間でトレードが成立した2012年には7月23日の時点で打率189と低迷し一時的に 3A に降格と なった。9月以降は打率341と調子を上げ最終的な打率は217だった。2013年は131試合に出場して打率238、20本塁打50打点を記録した。2014年2月15日にマリラーズと263万ドルの1年契約に合意した。二千十四年十月二十八日に ウェーバー工事を経て、トロントブルージェイズへ移籍した。11月1日に、ブルージェイズが365万ドルの球団オプションを破棄した。12月2日に、FA となったが、翌3日に100万ドルの1年契約を結んだ。2015年2015年は一類一種のレギュラーで起用され、自己最多タイの132試合に出場した。打率22、226。 18本塁打、59打点だった。自身初となるポストシーズンに出場したが、ディビジョンシリーズとリーグチャンピオンシップシリーズの8試合で8打数無安打と結果を残せなかった。12月2日にブルージェイズと390万ドルの1年契約を結び、年俸調停を回避した。2016年7月1日のクリーブランド・インディアンス戦で、 女子トムリンから通算105本塁打を達成。7月16日には2年総額850万ドルで契約を延長した。この年も一塁一種で起用されたが、主砲のエドウィーにエンカーナシオンと出場機会を分け合った。126試合の出場で打率。217、14本塁打、34打点、1盗塁を記録。2017年は前半戦だけで、 キャリアハイの本塁打を放ち、一塁種部門のファン投票1位にて、オールスターに初選出された。6月30日に、シーズン22号本塁打を記録したが、これは、同年6月の通算戦6 8本塁打目で、MLB 記録となった。自己最多の158試合に出場し、38本塁打、打撃3部門、出塁率、長打率のすべてで、 キャリア派を記録した。2018年は打率24225本塁が77打点、出塁率350を記録した。その一方でアメリカンリーグ第8位となる三振率となる26.3%だった。2019年は121試合の出場で打率20822本塁が61打点を記録した。 10月31日に FA となった。2019年12月20日にミルウォーキーブルワーズと1年契約を結んだ。2020年はブルワーズでは33試合の出場で5本塁打を記録。8月13日のシカゴカブス戦で先発投手のダルビッシュ U から7回1死にソロ本塁打を放ち、ノーヒットノーランを防いだ。9月3日にディーフとなり、 9月6日に自由契約になった。2020年9月9日にサンフランシスコジャイアンツとマイナー契約を結び、翌10日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。3試合に出場して、ム安ンダと結果を残せず9月21日にディーフとなり、翌22日に自由契約になった。2021年1月7日に読売ジャイアンツと 総額600万ドルの2年契約を結んだ。2010年10月に高校時代の恋人クリスティンと結婚し、辞書を設けた。2011年4月、肺がんによって父親、キースを亡くした。ありがとうございます。